はい令和4年論文本試験管理会計論の公表を始めていきたいと思います担当はレックセン人講師新山ですどうぞよろしくお願いしますはい、えー、皆さん本試験お疲れ様でしたまあ今回の本試験について簡単に振り返っていきたいと思いますまあ今回といいますかね、まあ、例年なんですけどもまあ、管理会計やは,やはり難しかったですね あのまあ、難易度が高いね、まあ、科目になってくるのかなと思いますんで、その点での合格ラインの点数っていうのも、他の科目と比較してみると、かなり低い点数になってくるかと思います。まあ、そらく昨年度とね、そんなに大きな差は生まれないのかなと思うんですけれども、そ、まあ、素点で35点前後っていうところがね、まあ、合格ラインにはなってくるかと思いますんで、まあ、だいたい3分の1程度、まあ、点が取れてるかどうかっていうのをね、一つ判断基準にして、まあ、ご自身の出来栄えについてね、確認をしてもらうといいのかなとは思います。 まあとはいえね今回はできる人は割と得点はねあのー、うまく積み上げることができる内容になっているのかなというふうには思います、まあ、特に第1問ですねこの問題1についてはでき、まあ、不できっていうところで完全に受験生間で明暗が分かれるような内容になっているかと思いますまあ現の安定発生というのがテーマになっていて非常にまあ問題としてはシンプルでねその度外視を前提とした処理と 非度外症を前提としたまあ計算処理ってていうのが問われてるだけで普通に完成品限界月末仕掛か,かり品限界をそれぞれ計算していくだけなんでね問題自体はむちゃくちゃシンプルなんですけどとはいえこれワークシートっていうのが与えられていてまあこのワークシートってね普通こういうものって計算を補助するために与えてくるものなんだとは思うんですけどこの問題に関して言うとワークシートがあるゆえに解きづらさっていうのは助長されてるんですよね。これってなんか 本末転倒と言いますかねあんまりねいきなりこんな冒頭であの試験問題の批判みたいなことをしてもしょうがないんですけど別にに普通に完成品品とかか月末仕掛かかり品現っていううのが問われるだけででよかったと思うんですちいちこういうワークシート形式にすることに何の意味があるんだろうなっていうふうにね、まあ、ちょっと思うところは正直あるんですけども。まあ、とはいえねその中でもあのしっかりと対応できている方もねいらっしゃるのかなとは思いますんでね。 まあ条件はね、あの受験生の皆さん同じ状態なんでね、まあそこはね、あの、仕方がないのかなというふうには思うんですけど、ただまあ普通に完成品原価とか仕掛かり品原価聞いてくれたら答えられたのになっていうふうにね、感じてる受験生も多分いらっしゃるのかなと思うので、まああんまりこういうね、あの、本筋から擦れるというかね、 まあ何が本筋なのかっていう問題はありますけど、まあ、管理会計という科目がそもそも情報処理能力をね問うような科目にしたいのであればねあ,のある意味こういう目くらましじゃないですけれども、まあ、形式的にちょっと解きづらくするっていうのはまあ,あのそういう意図があるんだったらわかるんですけどね、まあ、純粋にそういう原価計算とか管理会計の知識っていうのを有してるかどうかを確認するだけであればねこういう形式にする必要性はないのかなと思うので まあその辺りはね試験の先生方がどういう意図を持ってね作られたかっていうのがまあちょっとわからないわけですけどもた、ま、だ個人的な意見としてはねワークシートいらないかなっていうのはね正直思うところはありますかね、はい、すいませんそれはまあ文句になっちゃうんでねあまりもうそれはあのケチをつけてもしょうがないところではあるんですが、はい、で、まあ、今回ね、まあ、度外視に基づいた計算 非土外しに基づいた計算がそれぞれ第1問問題1では問われているんでちょっと今からね具体的な中身を軽く確認していきたいと思いますけどに、まあ、に基づいいいた計計算算とうううのはここううをやることになりますねもうこのボックスを作ることができるかどうかですねこういう資料整理ができるかどうかにつきますよ。 まあこの完成品とか月末仕掛か,かり品っていうのを視点投入量に直すともう現存発生後の数値になっているわけですから完成品や月末仕掛か,かり品、まあ、この数量っていうところをねインプットベースに換算していきましょうとでその上でねこちらこのようなボックスを書いた上でいつも通りの計算っていうのをやってあげればよかったと。 でこれはねもう計算ができればこの問題唯一問われている理論も対応することができると思うんです。その度外視と非度外視の計算結果の違いがどこから生まれるのかっていうとこの加工費の計算ここがね両者で全然アプローチが違っているんでね、まあ、加工費の計算結果の違いというところが、まあ、これが度外視と非度外視の計算結果の相違をもたらしているというところがね計算わかれば問いの3番の理論もできる内容となっているんでね、まあ、この辺りもワンセットになってくるかなと思います。 度外しの減損の安定発生の計算っていうのができないともう問いの3番もセットでできないのかなと思いますんでまあどの程度の人がね、まあ、どれぐらいの割合の人がね、まあ、ここの対策をしっかりとやってきたのかっていうのは定かではないんですけどね。 一応、レックでも、ね、あの入門の問題集とかには、こういった幻想の安定発生で度外視を前提とした計算なんかも載せていますし、一応、講義の中でも、ね、あのまあ言及している部分ではありますので、あのそれをまあ思い出せた方なんかは、ね、対応できたのかなというふうには思うんですけども、もう忘れてしまっていた方は、ね、なかなか対応することが難しいのかなと思います。で一方の非度外視を前提とした計算は、 まあこのような下書きに基づいて情報整理をしていただいて、まあ、計算していけばよかったと、まあ、こういう台形の面積計算をしてあげればね加工換算量っていうのを計算することができましたんで、まあ、このような下書きを作って情報整理を行って、まあ、計算を具体的に進めていけばよかったというところで まあこっちは別にね何か難しいことが問われてるわけではありませんのでもういつも通り現存の安定発生に関するまあ基本的な計算が問われているというところで、まあ、この論点自体ね勉強されていた方であれば十分得点できたのかなというふうには思います。はい、だからこの非度外傷を前提とした計算っていうのはなんとかできてほしいところかなっていうふうには思います。まあ、本当にこれの出来不出来でね、 今回の本試験の合否が決まってくる可能性すらもあるといいますかちょっと大げさな表現ではありますけどね、まあ、少なくとも管理会見についてはね、まあ、合格ラインを超えられるかどうかっていうところに大きな影響をもたらすのかなと思いますおそらくね非度外症の計算ができていない方っていうのは度外視の計算のも多分できてないと思うんですよ もちろんねそうじゃないって方もいらっしゃる方は思うんですけども割とその非度外視の方をメインで取り扱っている関係でねこっちをやっていないってことはね度外視の方はやってない確率が高いんでね、まあ、計算が全滅になってしまっている受験生っていうのも一定数いるところなのかなとは思います。まあ、今回ね 冒頭で申し,上げました通り結局まあ完成品原価とか仕掛かり品原価だけ聞いたらいいんじゃないかっていうふうにね、まあ、先ほど言及したんですけれどもまあ,あのこういうワー,ワークシート形式にして、あのー、してる理由としてはねおそらくまあ回答の,あの箇所を増やそうっていう意図があるのかなと思うんですけど、まあ、とはいえねこれできるかできないかはっきり分かれるところなんでね回答箇所を増やしたところでもう0100になっちゃうのかなっていう気はするんですけども。 もうできてる方はね全部合ってるっていう方もいらっしゃるでしょうしほ本とに、はい、で問いの4番の理論についてはねちょっと埋めづらいところはあるのかなと思いますけど一応模範解答はこちらになりますんでね、まあ、この用語が入るんだってことをね確認しといてもらえればよろしいのかなとは思います。 もう第1問の問題1についてはとにかく計算ができるかどうかそれにつきますんでね、まあ、計算の対策として幻想、まあの安定発生を前提とした度外視および非度外視の計算やっていたかやっていなかったか、まあ、それによってねもう得点差が生まれる内容となっていると、はい、やってればある程度得点できる内容だったのかなと思いますよろしいでしょうかで次の第1問問題2なんですけれども まあ第一問問題についてはいつも通り標準原価計算の問題ということになりまして、まあ、こちらが計算については非常にライトな問題になっているんですけどだ問いの1番がねなかなかちょっと答えづらいと言いますかねあの問いの2番以降でね理想標準原価を、ねまあ、原価管理上の目標に掲げているっていう話がありますんでね まあその問題の指示っていうところを問いの一番に適用するかどうかによってね問いの一番の答えっていうのは変わってきうるんですけども一応まあレックの模範回答としては、まあ、理想標準原価っていうのを原価管理上の目標に掲げた上で、まあ、これを管理標準に使ってね原価債の計算っていうところも行っているとその前提で問いの一番の計算結果っていうところを導いているわけですけども。 まあ一切のね減損が出ない状況を想定した時の標準消費量とそれと実際消費量との差をとってねこの数量債の計算やあるいは時間債の計算っていうのをやっていくとまあそうすればこういう計算結果になりますよっていう話なんですけどもただ通常はねあの標準消費量とか標準作業時間っていうのを計算するときに まあこの生産データ上ね現れてくるまあ子孫や減損の実際の発生量っていうところを前提にした標準消費量と実際、えー、標準作業時間とそれとまあ実際の消費量や実際作業時間を比べてね数量差や時間差を計算していくのが通常なんでねはなからこの減損、まあ、完成品に換算すると60個分っていうところを全部無視してね、まあ、原価差を計算するみたいな計算は通常はやらないわけですよね理想標準っていうところをね まあ、こういった管理上の目標に掲げていない限りはね、普段はそんな計算やらないわけですよ。まあ、今回は理想標準減価っていうのを減価管理上の目標に置いているというところなんで。はなから、標準消費量や標準作業時間を計算するときに、この六十個分っていうのは完全に無視して。この完成品と月末、まあ、月初ですね、これらだけ。計算上加味した上で。標準消費量とか標準作業時間を計算して。 実際の消費量実際の作業時間と比較して数量差および時間差っていうのを計算していくとまあこういう計算をやっていくっていうのが、まあ、この問題の段に即した計算なのかなというふうに思うんですけどもまあその一方でさっきも言った通りね、まあ、この 解説を見ていただくと直接材料費と加工費のボックスっていうのを示していますが、まあ、この正常減損とか異常減損、まあ、この両方実際に生じた減損っていうところを前提としたこの当月投入数量、まあ、この当月投入の数量に対して標準消費量や標準作業時間を計算した上で数量差や時間差を計算するっていう、まあ、こういう考えもありますからね。 問いの1番だけ切り取ってみればそのような計算をやっていくっていうのが本来正しい計算になってくるのかなとも思いますんで、まあ、問いの2番の指示をね問いの1番に適用するかどうかによって、まあ、この問いの1の答えっていうのが変わってきうる可能性があるんだと思ってくださいよろしいでしょうか、まあ、だからちょっと指示が曖昧な問題になっているんでね このあたり解きづらいなっていうふうに感じた方が多いんじゃないのかなとは思います。であともう一箇所計算で問われていうのは異常減損の計算ですけど、ここは計算簡単ですね。異常な減損っていうのはこれは完成品に換算すると20個相当ってことになりますんで、まあこの20個分の減価っていうのを計算すればいいだけなんで、まあ1個あたり8,800円というこの標準減価で、まあ減価標準で。 換算してあげればいいだけなので、十七万六千っていうのが、異常減損費の計算ということになります。まあ、ここは別に計算、何も難しいところはないのかなと思いますんで。こっちは正解してほしかったかなと思います。問いの一番が間違えていても、こっちの異常減損費の計算は十分対応ができるはずです。で、あとは、まあ、理論ってことになりますけど。 まあ理論もね今回典型的なものが問われてるだけなんで問いの3番こちらは何が問われていたかっていうところですけど、まあ、この河川部6を実施するメリットですね河川部6っていうのはこちら今後は正常減損の範囲を見直して新人行為の現在の生産性を反映しこれを含めた原価標準へと変更したいと考えてるって言っていて。 まあ理想標準原価っていうのをこれまで使っていてねまあこういった新人行為の生産性とかっていうのはこれまでは反映されていなかったと正常減損とかも通常ねもう出ないことを前提にしてね目標値っていうのを設定していましたんでまあこれまではまさに理想的な状況を想定したまあ管理上の目標数値っていうのを掲げていたわけですけどまあそれをやってしまうとね まあ短期的なそういった原価管理に対するモチベーションっていうのを下げてしまう可能性が出てくるとはなから達成困難な目標っていうのをね、まあ、業績管理上の目標に掲げてしまうと、まあ、従業員のやる気をそぐことになっちゃいますからね理想標準原価っていうのが、まあ、原価計算基準においてもまあ認められていないそのまあ最たる理由としまして、まあ、そういった従業員の原価管理上のモチベーションっていうところを下げかねないというところがありますんでね まあそこをまあ心配して原価計算基準においては理想標準原価は標準原価として使用することをまあ認めていないわけですよね。そこでまあ現実的標準原価と呼ばれるですね、まあ、通常生じる無駄っていうところを含ませた上でね管理上の目標数値を設定してあげましょうねって言ってるわけです。まあ、この話の流れが分かっていればね普通に模範解答に近いような内容は書けるのかなと思います。正常損の発生や 新人行為の成長途上の生産性を加味した原価標準を設定することで、まあ、努力することで短期的に達成可能な目標を示すことができるここがポイントですね。頑張れば達成できる高い目標を示すことができ、まあ、動機づけ効果を期待することができますよと、まあ、ここはかけていえば正解ってことになります。 まあ頑張れば達成できる高い目標数値。まあこれを目標水準として設定することによって。まあ従業員のやる気をより効果的に喚起することができ。結果的にそれ以外の水準の目標数値を設定するよりも。まあ原価業績っていうのを良くすることができますよと。よろしいでしょうか。もうど典型ですよね。ここはね。もう講義の中でもね。ここはもう過去にね。 まあこういう話が問われていますしでよく出てくるような話になりますから確実に押さえてくださいねってことは申し上げていたかと思いますんでねまあこれは正解してほしい内容かなと思いますあとクーラー7に入る用語ってことになりますけれどもこちらについてもねあの原価計算基準の40番に標準原価計算における目的っていうのが示されていて まあ原価管理や予算管理、炭産価格の算定というところですね。まあ田野さんの評価っていうところ。まあそういったところが、基準40番に明記されているわけですから、まあそこをまあ、あの、覚えていた方であればね、まあ十分正解できる内容になっているのかなと思います。一応念のためね、その原価計算の基準とかっていうのは、まあある程度さらっとね、本試験前にちょっと見た方がいいですよとかってご案内はしたかと思うんですけども、まあまさに基準の内容っていうのが問われていてね、 40番なんかちゃんと見ていた方であればこれはそんなに難しい内容ではないのかなと、まあ、過去にもねこの40番絡みの内容っていうのは問われていて、まあ、標準原価計算の目的のところはねここはまあケアしておかなければいけなかったかなってところです、はい、で次の問いの4番下線部8に示すメリットを改善活動の責任者の立場から述べなさいってことで、まあ、近年ではね まあ、公事業所がこれまで採用してきた理想標準原価のメリットを指摘する声もありますっていうことであのまさに典型的な内容になりますけども理想標準と実際原価の差を算定することによって、まあ、この回避すべき無駄の総額っていうのを明らかにすることができると、まあ、回避すべき無駄を完全に明示することができ子孫、まあ、や減損がゼロというね究極的な目標の達成に向けた 長期期的な動機づけ効果を期待することができるまあ別にここはね動機づけって言葉がなくてもいいのかなとは思いますけども、まあ、回避すべき無駄をね完全に明らかにすることができますよとここが一番のポイントにはなってきますからねもうここも抑えられている受験生が多いかなと思います。 で問いの5番これがまあ,あの何が問われているのかちょっとピンときづらいところなのかなと思いますけど受け入れ価格債の会計処理について当年度の売り上に全額付加することを認めていない根拠を述べなさいってことでちょっと書きづらいですねこれはね。 まあなぜね売上原価に付加するっていう処理が原則的に認められていないのかっていうと、まあくまで受け入れ価格債っていうのは材料の購買活動の過程で生じるものであってね、まあ、製造活動の過程で生じるものではないんで他の原価債とそもそも区別されるものになるわけですけどもこの受け入れ価格債自体はですねまだ期末に使われていない材料からも生じている。 その外部から買ってきた材料っていうのは使ったものと使われなかったものに分かれるわけですけどもまだ未だ使われていないね材料に関する受け入れ価格債っていうのはまあこれ当然売上げ原価に付加するのはおかしいですからね未だ消費もされていない材料なわけですからそれにかかる受け入れ価格債っていうのをまあ売り減に付加するみたいな計算をするっていうのはこれまあ基幹損益を計算するという点から見てもおかしいんでね。 だからすべてを売り減に付加するのではなく一旦その払い出したかと期末の有高に対して配布するっていう処理が基準においても求められていると、はいまあ、そういうことがね、まあ、かけていれば正解になるかなと思います、まあ、あとはまあ税法上とのね、まあ、そういった、あのー、税法上の規定との整合性を取るためっていうのもありますけども、まあ、税法上もねこれ,これについては原価債の会計処理について受け入れ価格債については言及がなされているんでね まあその税法上の規定との,、ね、あの整合性を図るためというところもありますけども、まあ、ちょっとね何が問われているのかっていうのがピンときづらい内容なのかなと思います、まあ、初見でできなくてもいいかなとは思いますね。で問いの6 1十はね活動基準原価計算で、まあ、これはね割と埋めやすい内容かなと思います。 ABC とといいいいうところを導入すするのがいいんじゃないかと言ってます ABC は製造・間接費を部門に配布せずロットごとの段取りについての原価も可視化することができるわざわざ段取りとかって表現もね出てきているんで、まあ、これ ABC だなっていうふうに思い出すこと自体はそんなに難しくはないのかなと思いますよろしいでしょうかでまた講事業所に銃を導入する ABC を導入する意義について 下線部11に示す高事業所の事,業を踏まええ事情を踏まえて一般的に4つの階層に分類されるコストドライバーの用語を用いて述べなさいってことでまあこれねちょっと答えづらいかなと思うんですけど4つの階層っていう表現は出てきているんでねまあこの ABC における活動階層についてはですねあの覚えてる受験生が多かったのかなと思いますんでね 製品単位レベルの活動とかねバッチレベル製品支援レベル工場支援レベルの活動みたいなね、まあ、こういう4階層っていうのを覚えてる受験生は多いかと思いますから、まあ、それについて一応言及できていれば部分点は拾えるのかなと思いますんでねそこの部分点が拾えていればもう十分かと思いますなかなかこういうね現場対応的な、まあ、この会社特有の話っていうところを織り込んでね 模範解答に近い理論っていうのを書いていくのは難しいのかなとは思いますんでねまあここはまあできていなくてもそんなに大きな問題はないと思ってください、はい、よろしいでしょうかまあ以上が第1問についてのお話で次第2問見ていきたいと思いますけどまあ第2問問題1はまあこれが本当にどういう意図で出しているのかわからないんですけど財務情報分析自体はね 論文の試験だと編みけ分野ではないのでまあこういう不意打ちみたいな形で出してくるっていうのはまあどうなのっていうふうに正直思うところはあるんですけどもまあ何のためにね試験範囲っていうところを明示しているのかっていう話になっちゃいますからね。別に ね、事前にここも出ますよっていう風にあ,のあらかじめアナウンスがあればね別に受験生の皆さん担当の対策の時にやってるわけですからねそれを思い出す作業っていうのを当然やることぐらいはねそんなに大きな負担になるわけではありませんのでね言ってくれればねやるのにっていうようなそういうね、あのーまあ、感想を抱かせるような問題になってるんですけども。 まあ、とはいえ、計画選択の方はどのみちやんなきゃいけなかったんでね、まあ、財務情報分析自体は、まあ、切っていたって受験生はまあほとんどいないのかなとは思いますんでね。だからまあ、実質的には別にね、受験生の方にあんまり大きな影響はなかったのかなとは思うんですけども。まあ、とはいえね、なかなかこういう不意打ち的に出すのはね、試験的にどうなのっていうのはね、やはり思うところとしてはありますかね。これまあね、もしかするとなんですけど、その試験の先生方が 五月担当の合格者の方とかのことをね、ちょっと想定しているのかもしれないですね。多少その五月担当の合格者の方に、まあ、下駄を履かせるじゃないんですけれども、まあ、多少そこのアドバンテージを取りやすくするための出題になっているのかもしれません。まあ、だからこそ最近の試験っていうのはね、理論っていうよりも計算に偏った出題になっているのかなと思います。計算であればね、別に、あの、論文の受験生だろうと担当の受験生だろうとね、あの、そこはあんまりね、 あの差がないいと言いますかね計算に関して言うと理論についてはねどうしても長く論文の勉強をされている方の方が有利になっちゃうんでねまあそこをちょっとふるいにかけようともしかしたらしているのかもしれないんですけどもまあ全くそんなね意図はないのかもしれませんけどねまあこの第2問問題1自体はね計算は非常に簡単なものになってますね。問いの1番は 投下資本に対する税引きを営業利益の割合を答えなさいということであの計算自体は10資本と税引き後営業利益が求まればできる話なんでね、まあ、一応気をつけなければいけないのは、まあ、この前期と当期の平均残高っていうのを使ってね10資本については求めていく必要性がありますんで、まあ、前期末残高と当期末残高ですね 有利子負債と自己資本それぞれ平均求めて投下資本についても、まあ、この平均を求めていく必要性があります。でまた負債のコストについてはね支払い利息の480を有利子負債の平均残高で割り算することによって4%っていうこの税引き前の負債のコストっていうのを算定することができこの4%に1-40%を掛け算しでこの有利子負債と自己資本ですね 自己資本の割合、この数値によって加重平均値を取ってあげれば、3.7パーっていうのがバックとして求まりますよと。バックは3.7パーセントですね。で、このバックと投下資本の税引き後営業利益率を比較するわけですよ。投下資本の税引き後営業利益率 まあこの営業利益は890と求まりますのでそこに1く税率を掛け算し10資本14785で割り算してあげれば3.6%っていうのが求まりますんで枠を下回ってることになりますから、まあ、投資家の期待に応えることができていないという状態ですから、まあ、この企業の収益性はかなり低いとそれがうかがえますねで次の問いの2番これがね 何を聞かれているのかが分かりづらいんですけども財務安全性の指標のうち PL に集約された収益費用等の不労項目と関連付けた安全性指標を計算しなさいということで、まあ、インターレットカバレッジレシオっていうところをね答えてほしかったわけですけども、まあ、これ答えられればねあの計算については基本的にワンセットになってくるかと思いますんでこの営業利益プラス受け配 それを支払い利息で割り算することによって約 2. 2倍っていうのが計算できますんで、ねまあ計算自体は簡単だと思いますけどインターレストカバレッジレシオっていうのがちょっと思いつきづらい内容なのかなとは思います。まあ、PL 項目に着目した安全性指標というねそこからまあ思い出せたかどうかっていう話です。 まあこの辺りは本当にね大きいいのかなと思います大体の手の話っていうのはね初めに安全性指標は流動比率とかねあるいは当座比率とか、まあ、固定比率とか固定長期適用率とかこの辺の話っていうところを行って貸、まあ、借対象表項目に着目して安全性指標の計算をやるのがまあ一般的であると。 でその話の流れの中で、まあ、損益計算書項目に着目した安全性指標もあるよっていうところであの講義っていうのは通常展開されますんでねそこのまあ流れをまあ分かってるかどうかっていうところで次の問いの3番こちら。 A 社は一般に認められた企業会計の基準で表示される利益とは異なる利益指標のうち、国際的に他社との比較可能性が最も高い利益指標と言っていて、まあ、この国際的な比較を行っていきたいと言った時にはもうエビット DA ってことになりますね。ま,あ、まさかのエビット DA が出てくるって感じなんですけども、まあ、なかなかね、エビット DA なんていうのは担当でもそんなに出てこないですし、論文で出てくるっていうところがね、かなり意外性なんですけども、 まあ,本当に意外性あるななって感じなんですが、まあ、これもねあの理論の問題集とかだと一番最後に取り扱っているところに「エビット DA」絡みの話っていうのが出てくるわけですけれどもそこの内容まで踏まえて復習できていたかどうかっていうのがポイントになってきます。まあ、なかなかねまさか出るとはって受験生ばかりだとは思いますからねここを想定してしっかり対策を取っていた学校っていうのもないのかなと思います。 まあ、とはいえまあィーエー、d、ま、a、あ、担当対策時にはね一応計算のやり方とかを覚えていたのかなとは思いますしまたあのー、計画選択の方なんかはねこのエビットディー d a マルチプル法っていうね企業,企業価値評価のね評価方法っていうのはありますから、まあ、そこの勉強やってた方であればエビットディー d a っていうのが何なのかっていうのは分かってるとは思いますけどまあ税前利益でで利息支払い前でで減価償却を行える前の利益ってことになりまして 税引き前支払い利息向上前減価償却が引かれる前の利益ということで、まあ、営業利益に減価償却費っていうのを足し算してあげればエビット DA が求まりますよとよろしいでしょうかで次の問いの4番キャッシュコンバージョンサイクルですねまあキャッシュサイクルの計算が問われていて まあ売上債権の回転期間田野さんの回転期間っていうのはね特に問題ないのかなと思うんですけれどもここの仕入れ債務ののの回転期間にについいいいてては、ね、その分母何何を使っていくのかっていうのは何も指示がないんですよ一応田野さんの回転期間は売上高を使いなさいって言っているので、まあ、売上原価ではなく売上高を使いなさいという誘導がありますから特に問題ないんですけど。 仕入れ債務の回転期間については売上高を使って計算することもあれば売上原価を使って計算することもありますしあるいは仕入れ高っていうのを使うこともありますんでまあどれが問われているのかっていうのが明記されていないんですけどもただこれ結果的にねキャッシュサイクルの値がこの45.6日になるように計算するためにはまあこの仕入れ債務の回転期間については仕入れの金額を使っているっていうことが分かりますそれはね実際に計算をやってもらうと分かりますね 計算をこのようにやっていただければ仕入れ債務の回転期間が分母に仕入れの金額っていうのを使っているなと。ただそもそもねこの仕入れの金額を使うっていうこの計算のパターンを 覚え知らないと対応できないですよ。まあ対応できないとは言ってもねあの仕入れ債務の回転期間はこのキャッシュサイクルが分かっている状態なんでねそこから逆算することはもちろんできるんでね売上債権の回転期間とか頼むさんの回転期間は分かるわけですから仕入れ債務の回転期間はキャッシュサイクルから逆算することができるんですけども。 そのまま、ね、ピンポイントで計算しようと考えた場合ね、まあ、この仕入れの金額を分母に使って計算するパターンがあるんだっていうことがわからないとね一応まあ担当の問題集とかになってくるとね計算問題集にはこの仕入れを使った計算パターンっていうのを載せてはいるんでね そこをまあ思い出した方なんかは特段違和感なくね回答に臨めたんじゃないのかなと思いますけど、まあ、今回はちょっとそういう判断をね要求されている問題だったということになります。であと問いの5番、まあ、こちらはねあのちょっと変わり種といいますかあんまりこういう問題も見たことがないんじゃないのかなと思いますけどもあの連結財務諸表っていうところを作らせた上で財務分析をやらせるような問題となっています。 またこういった企業のね買収に関する話も問われていて、まあ、この買収にあたって A 社は B 社の60%を新規に取得したと持ち分の60%を新規に取得したで資料2に基づき2000末2年度期種時点における B 社の株式価値に基づく取得原価を算定しなさいねと、まあ、B 社の株式価値を計算しそこのまあ60%分っていうところが取得原価になってくるという話なんでね まあこの B の株式価値の計算っていうところが問われていて、まあ、フリーキャッシュローについてはもう示されているわけですからね、まあ、このフリーキャッシュローを割り引いて企業価値を計算しそこから有利子負債の残高っていうのを引けば株主価値、まあ、この時価の数値3500っていうのを求めることができますからそこに60%を上した2100っていうのが取得減価ってことになります。 まあこれはねやれないことは全然ないのかなってレベルだとは思いますで次の連結財務諸表を作った上でね固定比率や固定長期適合率を計算するまあこれはなかなかもう無理かなと時間の関係で厳しいのかなと思いますんでね、まあ、できた方はすごいですねまあこれが作れればね別にいつも通り固定比率や固定長期適合率は計算すればいいんでね ただまあこの非支配株主持ち分っていうところをねあの固定比率や固定長期適合率を計算するときに含めるかどうかっていう問題はあるんですけども、まあ、一応含ませずに計算するっていうパターンをね本筋にしているんですけども一応含ませる計算っていうのも考えられますんで、まあ、この辺りはねどうするかっていう取り扱いはねあの模範解答がどうなってるか定かではないんですけども。 非支配株主持分っていうところをまあ含ませるような計算っていうのもあのやろうと思ったらできるものになりますんでねまあ何が模範半解答になってるか定かではないですね、まあ、どっちも正解になるかとは思いますけどねよろしいでしょうか、まあ、こちらねまた各自で見直しをしておいてくださいで最後第2問問題2になりますけど、まあ、第2問問題2に関しては、まあ、これは 最適セールスミックスの決定及びこの推定問題になっていますね初めの方はねでまあここが結構ね受験生間で差がつくんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、こういうねあの空欄推定系の問題っていうのはパッと見がね意外と簡単そうに思えても実際解いてみると難しかったりするとまあパズルみたいな計算になってるんでね何をどこから手をつけて計算していけば この空欄部分を推測できるかっていうのが非常に分かりづらい仕様になっているんでねまああんまりこういうのはね得意な受験生いませんからまあ間違えても全然しょうがないところかなと、まあ、この「あ」とか「い」っていうのはね正解するのがそんなに簡単ではないですねまあ「あ」はそんなに難しくないんですけど「い」は難しいですねでただまあねあの「あ」とか「い」とか「う」ができていなかったとしてもここの「え」の計算とか別にできるんでね まあ少なくともこういうね部分的に拾えるところっていうのはねなんとか拾ってほしいかなっていうのは思うところではありますね、はい。でも計算自体はねちょっとこれは手数がかかる問題になっているんですけどもまあこの製品 A についてまずここ空欄 A のところね推測推定していきたいわけですけれどもまあここの経理部長の会話文っていうところがヒントになってきて。 ま,あこのまず、売上高最大っていうのを施行して、まあ、今まではね、まあ、それを従来の方針として定めて、まあ、企業経営を行っていたと。まあ、この売上の最大化っていうところを目指す上で、まあ、最適なセールスミックスを決める方法としては、まあ、この制約条件となっている資源単位当たりの売上高の代償関係によってね、セールスミックスを決めると。まあ、今回ね、共通の制約条件として、あの機械の稼働時間っていうところ。 機械の運転時間っていうのが共通の制約条件になってるっていうことがね、まあ、計算してもらったらわかりますんでねこの製品 A と B の最大需要量っていうところを満たすためのね必要な作業時間っていうところが確保できているかっていうとこの8000時間では足りませんので、まあ、これが制約条件になってるなってことがわかりますから。 まあ制約条件単位あたりの売り上げが大きい製品これをまあ優先的に製造販売しているというところでまあ製品 A を優先して B は余った時間で作ってますよとまあこういう方針なんですねで今製品 A に関してはねここに売り上総利益率が9%であるってことが示されているんでここから製品 A のデータ整理するとこうなります販売価格とこの直接材料費以外のことっていうのは分かっているんでね 販売価格からこの原価標準と外費調加工費を引いた4万5千引く9万 x が製品単位あたりの売上総利益ってことになります。でこれは販売価格の9%に相当するわけですから10万かける9%イコール4万5千引くことの 9000x これ解けば x は4っていうのを求めることができますんで、まあこの空欄に入るのは4キロってことになります。 でこの4キロを前提に製品 A のデータ整理すると貢献利益単価は3万っていうのが求まりまりすね、はい、で次に売上の最大化っていうのを施行した場合のセールスミックスについてはまずは A を優先的にこの最大需要量2,000個まで製造することになりますから、まあ、この2,000個かけることの A の作業時間1個2時間なんで4,000時間は A の作業に 機械の運転時間を使うことになりますから8,000時間から4,000時間を引いた残り4,000時間で B は何個作れるかっていうと4時間で割り算して1,000個っていうのが求まりますんで A2,000 個 B1,000 個でまあ2対1の比率まあこれがセールスミックスの割合ということになりますんでね A と B の構成割合は2対1ですよとそして今回ね 安全余裕率っていうのが16%っていうのが示されているので損益分岐点比率は84%っていうのが求まりますからこの計画している売上高この A2,000 個 B1,000 個販売した時のこの売上高に損益分岐点比率84%を乗じた2億9,400万が損益分岐点の売上高として求まりますよと。はい 損益分岐点売上高はこちらですとでまた来期のねこの計画売上高および計画の営業利益っていうのを示すとこうなります。まあ、その A2,000 個 B1,000 個、まあ、この時の売上高は3億5,000万で。 で今回 B についてはね変動費の単価が分かっていない状態なんで、まあ、X と A についてはね変動費は7万円っていうのが1個あたり先ほどね直接材料の消費量っていうのが分かりましたから1個7万っていうのが分かっているんで、まあ、この製品 A と B の変動費の合計は1億4千万たす 1,000x になりますと、まあ、これで貢献利益、まあ、2億1,000万引く 1,000x っていうのは求まり固定費1億2,600万引けば まあこちら8400万引く1000、X、っていうのが営業利益として求まると。でこの貢献利益2億1000万から1000、X、を引いた、まあ、こちらの貢献利益に損益分岐点比率っていうのを掛け算すれば固定費の金額は求まりまりすよ、まあ、損益分岐点における貢献利益が求まるわけですよね。あの大丈夫ですかね まあ売上高っていうのが84%になれば貢献利益も84になるわけですよ、まあ、この計画値 2, 2億1,000万 -1,000x これに84%を掛け算すれば損益分岐点における貢献利益が求まるわけです。それを固定そこから固定費を引いたらゼロになるわけですからこの式を満たす x は6万っていうのが計算できますんでそこから 製品 B の直接材料の消費量っていうのを求めれば、まあ、これもまた4キロっていうのを計算することができますね。はい、よろしいでしょうか。まあ、この辺りのね、あのー、空欄の推定っていうのがとにかく、まあ、若干難易度が高いところになりますんでね。 まあ初見でどこまで対応できるか、もう本当に受験生間で差がつくところだと思います。ただ、もう合格者の一般的なレベルというかね、合格者が平均的に解いてくるレベルかっていうとそういうものでもないので、あの、まあ、できなくてもね、まあ、これ自体が別に合否を分けるような内容にはないのかなとは思いますけども。まあ、とはいえ当然できていればね、大きなアドバンテージにはなりますんでね。 まあ今回ねできなかった方なんかはよく見直しをしてもらえればとは思いますね。でここまでの計算ができれば別に後のねこの問いの位置絡みの計算っていうのはどれも難しくありませんのでまた各自で見直しをしてもらうとよろしいのかなと思います。はい、で次の問いの2番これは機械損失ですね。 間違った意思決定を行うことによって本来正しい意思決定を行ったときに獲得できてあろう利益の一部をね獲得するチャンスを逃してしまうことになるこれが機械損失って呼ばれるものですね間違った意思決定を行ったことによって、まあ、利益を逃してしまうこれを機械損失って言い方をする機械原価とは違うんですよね機価いいうのは正しい意思決定を行ってもね 他の代替案を選択していたならば獲得できたであろう利益っていうところを諦めることになるだけなんでね。正しい意思決定を行っても機会損価は絶対出てくるんですけども、機会損失っていうのは正しい意思決定を行っていれば出てこないゼロ円ですよ。意思決定を間違えた結果として、まあ会社がね、こうむる損失といいますか、逃してしまった利益ってことになります。まさしく逸失利益ですね。で、問いの三番。 下線部 B に関する施策をね原価構造の視点から説明しなさいってことで、まあ、製品 A について赤字のリスクを小さくする施策っていうことで、まあ、これまあ経営レバレッジを下げようという話になるわけですけれども、まあ、この原価構造に着目してね回答していかなければいけないので固定費の変動費化っていう話をね入れてあげないとあの満点にはならないかなと思います。まあ、単にレバレバッジを下げるとうだけだけ まあそもそもねそれだけだと文章も短すぎるのかなと思いますから、まあ、固定費の変動費化っていう話をねやはり入れてあげる必要性はあるのかなと思います。で次の問いの論文はまあ難しいですねこれはねこの製品 B について自社ブランドの確率を測るという施策、まあ、これがねうまくいってるかどうかの判断。 どういう指標を見れば判断ができるのかっていうのが問われているわけですけど、まあ、いわゆるブランド戦略差別化戦略っていうのを採用すればどの指標っていうのが改善するかっていうところが、まあ、同業他社に比べてみると高くななはずなんですよね、まあ、差別化戦略っていうのを採用し自社ポジションっていうのを形成している場合っていうのは売上高総利益率っていうのが他社よりも 高い数値になるはずだと、まあ、要は価格競争に巻き込まれなくなるわけですからねブランドを確立することによって売上高総利益率っていうのを高めることができるはずなんだとそこがまあ分かるかどうかっていうところですねただまあこれは本当に難しいかなと思いますんで4番なんかはできる必要性は全くないかなと思いますで最後の問いの5番 これはもうね花から時に行かない受験生がほとんどだと思いますね、まあ、実際解かないのが正解かなと思いますこれについてはすごいまあいい問題だと思うんですけどねなんかもったいない感じはしますねこの問題ってちゃんと分かってるかどうかっていうのを問う上ではねすごいいいテーマだと思うんですよまあ過去に購入した材料、まあ、これのね意思決定上の取り扱いっていうのが主なね争点になってくる話になりますけれども非常にまあ いい問題ですよねこれについてはこれだけで丸〇一問別に相互問題作れるレベルの内容なのかなと思うんですけどわざわざこの説問の一つに置く必要性があったのかなっていうのはねちょっと疑問として思うところですがこれ解いた受験生はまずいないでしょうね、まあ、解いたかもしれませんけど解けたという人はまずいないと思いますこれ解けてたらちょっとねあのー、もうやばい人ですよ完全にねもう受験生のレベルを大きく逸脱しているんでね 時間内にこれがやれるっていうのは相当な情報処理能力がないと無理なんでねもはやこの業界にいるよりもなんかもっと他のねあのその能力を生かした何かをやってもらった方がいいんじゃないかって思えるぐらいのねそれぐらいの分量の問題なのかなと思うんですけど時間制約の中だとまあ解けないでしょうねこれについては。でも。 説問1ができれば、説問2はできると思うんですけど、説問1のこのキャッシュフローの見積もりですね、差額キャッシュフローを見積もるという問題になっていて、まあ、そもそも差額キャッシュフロー、ここではどういう定義になっているかというと、アタッチメントを買わずに、製品 BN のみをね、生産販売する案を基準とした場合の、キャッシュフローを基準として、アタッチメントを購入する案の差額のキャッシュフローを求めましょうと。 このアタッチメントの購入の有無そこから差額キャッシュフローっていうのを計算していきましょうというテーマですでこのアタッチメントを購入しない場合と購入する場合とでこの賞味のキャッシュフローの見積もりっていうのを行っていくわけですよ賞味キャッシュフローの見積もりを行っていくでまたこちらね初めに情報整理してますけどこの過去に買ってきたね 材料に関しまして、この製品 B を作るために過去に買ってきた材料があってね、製品 BN っていうのを作るときには使えないわけですよ。で、今回ね、アタッチメントを取り付ければ、製品 B を作るだけのね、余剰も生まれるわけですよね。で、そのときに過去に買ってきた材料っていうのを使用して製品 B を作ることができる。また、向こう3年間にわたってね、 過去買ってきた材料だけでは、製品 B 全部賄うことはできないんで、再調達の必要性も中にはありますんでね。まあ、再調達をする場合の製品 B の1個あたりの賞味のキャッシュフローと、で、在庫を用いた場合の製品 B の製造・販売した時の1個あたりの賞味のキャッシュフロー。まあ、これと製品 BN の賞味キャッシュフローっていうのをうまく整理してもらってね。まあ、この情報に基づいて、アタッチメントを購入した場合の賞味キャッシュフローっていうのを求めればこうなりますよと。 こちらアタッチメントを購入した場合、購入しない場合、製品 BN のみを作ることになるんでね、この千二百八十個に一個あたり十五万八千っていうところを掛け算し、ここに一引く四十パーセントを掛け算したものが、まあこれが賞味のキャッシュロー、税引き後のキャッシュローってことになります。あとはこの現在においてね、お材料を外部売却することになりますんでね。 外部売却する時にこの過去に購入したこの購入原価は損金参入されることになりますからこの税効果を加味しなければいけないっていうのがちょっと難しいところかなと思いますこの2500円で売却できるわけですけども7000円分この9500円で買ったものを2500円で売却するので7000円分の売却損が生じるんでねそこに税率を掛け算した分だけ税効果っていうのが生まれることになりますんで この売却損から税効果を計算しなければいけないっていうのがまあちょっと難しいところではないかなと思いますまあ普通のねあの機械の売却とかと別に何ら変わりはないんですけどね考え方としてはただまあついつい忘れがちなところなのかなと思います過去に購入した原材料のこの購入原価そのものはねこれは埋没原価なんだけれども損金算入されることによる税効果っていうのは、まあ、これはキャッシュフローを構成することになりますんでね まあ計算上加味しなければいけないという話ですね。あとさっき飛ばしましたがあの製品 B とか BN の計算においてね、まあ、この賞味のキャッシュロー1個当たりの金額を求めるにあたって、まあ、この機械の運転時間っていうのは別にアタッチメントを購入しても購入しなくても変わらないわけですから変動加工費の金額そのものはキャッシュローを構成することはないわけですよ。だからこの変動加工費についてね そもそも差額キャッシュローの計算にあたって加味する必要性がありませんのでもう計算上ね差額のキャッシュローを構成することはないわけですから無視をしています、はい、よろしいでしょうかで次アタッチメントを購入する場合はこっちが複雑ですけどもこの 製品 B っていうのを作るる余剰があるんですよねアタッチメントを購入すれば製品 BA のは2,000個作れて400時間余剰が生まれますんでね1個あたり4時間で製品 B は作れるんで100個分毎年作れるんですよ。で 2000×1 年度はこの100個っていうところを過去に購入した原材料を使用してね全部賄うことができて 2000×2 年度においては、まあ、残り50個しか過去に購入した材料は残っていませんので新たに50個分の材料を調達する必要性があると。 そして最終年度は過去に購入した原材料はもうなくなっているので、新たに材料をね、調達して、まあ、製品を、製品 B っていうのを作っていかざるを得ないと。はい、で製品 BN そのものは2000個ですね。まあ、これ当然あの2000個分作ることになるんで。でこの時の時 キャッシュフローの見積もりりとということになりますけどまずはねこの製品 B の製造に際して過去に買ってきた材料っていうのを使用して製品 B っていうのが優先的に作られていくと考えてくださいそうすることによってねこの投資期間の前半の方にね大きなキャッシュフローっていうのを計上することができますんでねこの過去に買ってきた材料を使った方が新たに材料を再調達するよりも1個あたりの賞味のキャッシュフローが大きいわけですから。 投資期間の前半の方に過去に購入した材料を使って製品 B っていうのを製造するそうしてあげることによって差額のキャッシュフローっていうのを投資期間の前半に多く計上することができて賞味現在価値の計算を有利に進めることができるわけですよね、まあ、投資期間の前半にねキャッシュフローを大きく計上すれば NPV の計算結果っていうのはそれだけ有利になっていくはずなんで、まあ、そのことがちゃんと頭に入ってればね ここの判断自体は別にできるのかなと思いますけど、まあ、とはいえこんなねあの計算時間内にできないんでねまあ初見でできる必要性全くないですただ学習効果は高いんでね復習してもらえれば、あのー、すごいいい問題にはなっているのかなとは思いますでこの生産販売数量を前提にして賞味のキャッシュウローっていうのを求めていけばこうなりますよっていうことで,でとにかく注意事項としてはね この過去に購入した原材料の購入原価そのものは税効果損金算入されて税効果を生みますんでね埋没原価なんだけれども損金算入されて税効果を生みますからその税効果分っていうのをちゃんと計上してあげなければいけないんで、まあ、ここだけは気をつけてもらいたいところではあります、はい、もう本当にここがポイントですね過去に購入したこの原材料 そのの購入原価の取扱いそれがちゃんと計算に反映できるかどうかっていうのがこの問題の一番のポイントになってきますからそこさえできればねあとは別にいつもの計算とそんなに大きく変わるところはありませんのでね在庫を用いたこういう製品製造を前提とした差額のキャッシュローの計算についてこの分野ねあんまりがっつり計算演習はやっていないと思いますんでね。 今一度ちょっと見直しをしてもらえればなと思います。はい、よろしいでしょうか。以上がこちら簡単ではありますけど本試験の解説ということになりましてまたまあ具体的なねそういった解説冊子がねあ,のありますんでそちらでまあ計算過程なんかはねしっかり見てもらってもいいのかなと思いますけど。 まあ今回ね冒頭で申し上げました通りとにかくまあ本試験の問題ねまあ全体通してみればやはり難易度は高いのかなと思いますんでまあもう40点も取れてればね本当にあの合格ラインにはほぼほぼ乗っかってくるかなとは思いますんでねおそらく30点半ばぐらいが本当に合格ラインにはなってくるかと思いますからまああのかなりシビアなね戦いにはなるのかなとは思うんですけども。 まあ、とはいえ、まあ、これは計画でも言ったことではあるんですけども、まあ、基本的にね、もう試験自体は、まあ、終わってる状態ではありますんでね、もう、あまりそこはね、気にしてもしょうがないところではありますから、まあ、この動画をね、どのタイミングでご覧になれてるかはわかりませんけれども、あの、合格発表前とかにね、もしご覧になられてるのであればね、あの、とりあえず、合格発表まではね、あの、しっかり影響を養っていただいて、 でどちらにしても、ねあのー、しばらくは忙しくなるのかなと思いますので、ね、受かっていればやっぱり就職活動も忙しいでしょうしで、まあ、仮に、ね、結果的にちょっと厳しい、ね、あのものになってしまった場合っていうのはまた次年度に向けた対策っていうのを考えなければいけないのかなと思いますのでどちらに転んでも、ねあのー、とにかくすぐに動けるように、ね、今のこのタイミングっていうのは、ねまあ、しっかりとそういう影響を養う、ね、タイミングとしてちょっと心と、ね、体を休めていただければなという,ふうには思います。はい まあこれがもう合格発表後でね、ちょっと本試験の振り返りをしてるっていうのであればね、あのなるべく早めにその本腰入れてね、また勉強を再スタートできるようにね、あの準備の方をね、進めていただければなと思うんですけど。 まあこういう本試験のね、フィードバックとかをするっていうのはすごく有意義なことなのかなと思いますんで、またあの、次年度の本試験の対策をする上でもね、だいたいどれぐらいの強度でね、各分野っていうのを勉強していかなければいけないのか、まあそういったことの当たりをつける上でもね、この本試験分析っていうのは役に立つのかなと思いますんで、ぜひね、あの、これを機会に、まあ見直しの方をね、どんどん進めて、まあ次年度にそれを活かしていただければなというふうには思います。はい。まあそれではね、これで、 本試験の公表終わりとなりますんで、えー、皆さんお疲れ様でした。